カウボーイブーツ、カウボーイブーツ、カーボーイブーツとは、カウボーイが使用する乗馬靴。あぶみ、ステラップに足を通しやすくするためにつま先を鋭い形状にし、落馬の際に足が抜けやすくするため、かかとが高く作られている。一般には、ウエスタンブーツと呼ばれる。西部劇などでは、カウボーイの服装として登場する。乗馬するときには、白車をつける。 カウボーイブーツのストラップには、ブーツプルという器具を引っ掛けることで、履きやすくするという役割がある。有名なブランドには、トニーラマ、ルケージー、ジャスティンなどがある。カウボーイブーツは、アメリカのカウボーイが使用していた乗馬靴である。高いかかと、尖ったつま先、10から18インチの長い胴、シャフトを持ち、伝統的には、靴紐やベルトを持たない。基本的には、 牛革は、カウハイドで作成されていたが、近年はそれ以外にも様々な素材で作成される。また同に装飾的なステッチ、イン陰霊イク、カービングがある、デザイン、足の甲に特徴的なステッチ、メダリオンや装飾的な線香、パーフォレーション、ブローグがなされているデザインもある。牛革以外に使用される素材は馬、水牛、鹿、エルク、またはエキゾチックレザー。 アリゲータ、パイソン、リザード、オーストリッチ、サメ、エイ、ウナギ、ゾウ、キリン、カバー、セン山ウ、である。また、カウボーイブーツに用いる付属品として、白車、スパがある。カウボーイブーツには、基本的なスタイルとして、ウエスタンスタイル、クラシックスタイルとローパースタイルがある。ウエスタンスタイルは斜めに削られた1インチ以上の高さを持つ。 カウボーイヒール、またはもう少し低い、ウォーキングヒールを持つ。また、つま先は様々にカスタマイズされるが、伝統的には細く尖ったつま先を持つ。ローパースタイルは、ローパーヒールと呼ばれるそれほど高くない、1インチ以下直角のヒールを持ち、どうもウエスタンスタイルよりも低く、つま先は、ラウンド2が基本である。近年は、スクエア2のデザインもある。また、近年では、 フィット性を高めるため、靴紐があるデザインもある。カウボーイブーツのつま先はあぶみに簡単につま先を通すためのデザインである。初期のデザインはラウンドトゥ、または細身のラウンドトゥであったが、1940年頃に尖ったつま先が流行した。カウボーイブーツのかかとが高いのは、落馬時にあぶみにかかとが絡まないためのデザインである。 馬ならし作業時に落橋みに足が絡まった場合、引きずられ命を落とすこともある。また、カウボーイブーツの銅、シャフトが長いのは、靴紐やベルトなしに適度なフィッティングを得るためである。ブーツが靴紐やベルトでかかとに固定されていないため、あぶみが足に絡まった場合でも、簡単にブーツが脱げ安全である。また、長い銅は乗馬時にも、 牧場での作業時にも、石や土下から足を守る。ローパーブーツは、近代のロデオ競技、特にカーフローピング、ロデオ競技の一つ。馬上のカウボーイが逃げる格子牛にロープを投げかけ、捕まえて、足を縛るまでの時間を競う、のために、デザインされた。この競技では格子牛を縛るため、早く走ることが、重要であり、より走りやすいかかととつま先のデザインとなっている。 また動画短いのは、より容易にブーツを脱ぐためである。または使用する皮を少なくし、より安価にブーツを作成するためである。より速く走るため、ローパーブーツには、靴紐がある場合もあるが、そのスタイルの場合、あぶみに、足が絡むリスクもあり、危険である。カウボーイブーツの装飾のバリエーションは様々である。これはカウボーイが、装飾的なブーツを探し、競い合ったためであるが、 ワイルドウェストショーや西部劇の映画に出演していたカウイが装飾的なブーツを履いていたため広く一般的になったと考えられている。カウボーイブーツはアメリカのカウボーイが使用していた乗馬靴である。西部開拓時代初期には様々な手作りの乗馬靴があり、それぞれの文化圏のスタイルを持っていた。それらスタイルはスペインの牧者に使用されていた伝統的なブーツや 騎兵隊が使用していた軍事用の乗馬靴が基本になっている。その後、1860年代の産業革命時にブーツの大量生産が始まり、当時作成されたウェリントンブーツがアメリカのカウボーイの主流となった。その時代にカウボーイたちは作業時に使用するブーツ以外に町用のドレスブーツを持つようになった。1850から60年頃の アメリカファッション誌では、ブーツの装飾的なステッチや、イン隠サイクが慣れた、カウボーイブーツが紹介されている。それらアメリカスタイルのブーツは、キャトルドライブ、牛追いが行われてたテキサス州、カンザス州、オクラホマ州で作られていた。それら初期のブーツメーカーで最も有名であったのは、カンザス州、オレーサの、ハイアーブラザーズブーツとテキサス州の粉の、ジャスティンブーツである。 ジャスティンの靴職人、H.J. ビッグダディ・ジョエ・ジャスティンは、その後工場をダラスに移動するが、長女のいい二度ジャスティン・ステルザーは、夫との粉でブーツ作りを続け、オルソン・ステルザーブーツとなる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。